まあまあまだまだ修行が足らないなと、ね、いうことだと思いますので、ぜひ山山杯にはもうちょっと仕上げてきてほしいなと思います、はい、これではまた B メインかな、はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。マサヤです。今年の山山杯2020に出場することになりました。そこでチーム X3 ジャパンで動画を撮っていけたらなと思います。そこでまず意気込みから語っていきたいと思います。僕の意気込みはとりあえず A メイン出場です。まあ早い人はたくさんいるけど死ぬ気で練習して A メインに入りたいです。絶頂山山スタート。はい、ということで、今出演していただいたのは、マサヤさんです。ありがとうございます。で、まぁ、ちょっとね、他の動画にかぶせて、まぁ、今回、頂点山々に、かぶせて、やっていこうと思ってるんですけど、広坂まさみさんがね、今頂点山々を、告知していました。はい。で、僕たちはね、絶頂山々っていうやつでやっていきたいと思っております。僕はまさみさん、広坂まさみさんですねに、連続で山山杯負けてます。はい。で、 A メインに入れたのは、まあ、2回中1回しか入れてないです、まあ、なのでちなみに僕はね、あと去年リフト多かったんですけど、残念ながらねインフルエンザということで、出れなかったということでね、まあ、今年はそれを、ね、インフルエンザ、まあ、かからないようにして出れたらいいなって思ってます。あ、出れたらいいなじゃなくて、まああれですね、まあとりあえず A は入りたいですね、 A メイン、ね、まあ僕はもう必ず優勝という目標を持って、行きたいと思ってますので、まあまあまあ皆さんよく聞いてください。ちょっとね考えてることがあって、ちょうど3人なんです。3人、僕と一世とマサヤね、同じ世代の、3人が揃ってるんで、表彰台を3人で、僕は、独占したいなと思ってるんですよ。まさやはね、先ほど言っていたように、A メイン目標って言ってましたけど、絶対ね、3人で独占してみたいと思います、本当に。はい。はい、それを目標にして、頑張っていきます。まあ、皆さんお楽しみに、絶頂山々見てみてください。よろしくお願いします。では、じゃあまた見てください。バイバーイ。